でも百均行くと見てると楽しいっちゃ楽しいけどな。あ、セリアか。うん。見てると楽しいけどな。これどうやって使うんだろうみたいな。まずね、使い道が分かんねえようなものがよく置いてある。これどうやって使うんだこれみたいな。あの半分発明品みたいなやつとか、便利グッズコーナーみたいな。あんじゃねえ。なんか主婦が考えたやつが売ってんだろ、あれ。うん。だ確かに便利っちゃ便利なんだけど、仕事じゃ使えねえな。ああ、こんなん使えねえわ、と思って。そう、だから、あの、見てるだけで、だったら楽しいよ。なんで100円で利益出んのかなとか。でも、里芋市場さ、最近の100均は、100円のものよりも、あ、キャンドゥとかな。100円、ほとんど、100均と言いながら、金じゃなくなってんじゃん。そう思わない？100均だと思ってると、うん。山田リティさっき来てたよ。うん。うん。どう思ってんのか、放送やってんのかわかんないけど。そう、500円とかあるよな。あ、でもよ。俺はさ、タバコ吸うじゃん。100均行くじゃん。100均行くとよ、100円ライターあんじゃん。あれよ、4個だか5個入って、110円なの。もうそれはもうめっちゃお得感。いや、無視してないよ。うん。うーっつって俺言ったよ。うん。だからその300とか500とか、それなりに、だからそのものによっては値段違うじゃんかよ。オール100均じゃん。だからもう100均っていう言い方じゃなくなってんだよ。金の充電器火吹いて、いやマジで俺さ、充電器とかさ、あとあの何サブバッテリーとか、あれ買わねえ方がいいよな。あ、いや俺は買ってるとこは全然 OK。 しかもあれよ、100均で売ってるライター、あれ多分ねバックレなのかなんだか知んねえけど、柔らかいの、硬くないの。コンビニとかのってカッチって硬えじゃんかよ。あのほら、ガキが何回使ってどうのこうのなんねえように。百均のはヒューだから。私の下着は100均です。いや、100均に見えなきゃいない。そう、チャイルドロックとかそういうのついてねえから。うん。100均のは。うん。4個入りだか5個入りのやつ。俺それいつも買うんだよ。で、俺は、あの、押すやつじゃなくて石のやつが好きなの。100均の靴下です。靴、100均で靴下買うのかい。私はピーチ姫。はい、いらっしゃい、あかねちゃん。俺はね、靴下はね、最近ね、このアディダスのやつはね、いつもドンキで買ってる。うん、めっちゃこれ履きやすいんだよ。ああ、三足千円。カピバラいらっしゃい。
昔ライターの中に花とか入ってたらどんなやつだよ。でもさ、俺さ、俺やっぱね、配信中にね、こうやってね、なんかつまみね、作って食ったりとかダメなんだな、俺な。もう焼くのに夢中にならなくなっちゃうんだよ。食うのにとか、こっち夢中になっちゃうんだよ、話に。ああ、俺だ、多分ね、俺ね、二つのこと同時にできねえタイプね。うん。ダメ野郎。だから俺いつも、放送終わってから食うんだよ。うん。リュウジさん、いつもありがとう。おこつ。そうなんだよな、俺な。大概を、プリマの時もそうだったじゃん。俺なんか作ろうとすんじゃん。作ってんだけど、なんか途中でもう止めて、こっち話になっちゃうんだよ。うん。着替えの下着用意しろよ。あ、着替えの下着なんか用意しなくていいんだよ。うん。漏液切ったら。缶の下着だから。自分の下着なんか持ってったって、そんな下着なんか履いてらんねえから。うん。騙されんのかなって。俺が？俺そんな騙されてないぜ、別に。うん。面白い話、今日はちょっとねえな、あんまり。うん。今日はねえな。そう言われちゃうと。ワミさん、おはよう。うん。騙してきた方だもんね。それもどうかな。じゃあ例えば俺に騙された人って誰かいるかよ。里芋師匠よ。そんなのにいねえと思うよ。いや俺じゃん、金八ちゃんね、映画じゃなくて今日は孤独のグルメをずっと見てたのよ。はるちさん、佐野さんが老役行くの嫌です。うん、いい感じに酔ってるね。あ、でも酔い冷めたんだよ俺。さっきよ、歩いてよ、黒門市場の中にある中川まで買い物行ってきたから。うん。焼いた肉食った、まだそこに乗っかってる。うん。ゲルギは俺別に騙してないよ。うん。全然。うん。浜田の動画見たけど、浜ちゃん、ジェダイいらっしゃい。リュウジさんじゃなくリュウジでいいよ。あ、了解。タックの、だ、金がねえからだっつってんだよ。今日だっておめえ300、これいくらだっけ ?363 円の鶏肉を買ってきて、今鉄板で焼いて食ってるとこなんだからよ。うん。いやいや、363円だろ？いい肉なわけねえじゃねえかよ。ああ。まだ半分も焼いてねえけどな。俺はそんないいもの買ってこねえから。焼肉ってか、鶏を焼いてんだよ、鉄板で。うん。ハマちゃんのマイクの持ち方。あれあれ あ、聞こえてる聞こえてるあ、あれあれハマちゃん面白い。綺麗な。面白いです。
まして、リアルでもあんな感じだから。もう、喋り出したら止まんねえから。うん。鶏は安くても美味しいよ。そうそうそう。うん。ハマちゃんいくつなのか俺聞いてねえけど、多分俺の方が上だと思うよ。うん。多分。急に家配信を始めたな、し始めたな。いや、そんなことない。もう何回もやってるよ。あ、じゃあ俺より上なんだ。見えねえな。ハマちゃん、わっけえな、じゃあ。ああ。スタイルいいしな。タッパあるしな。85ぐらいあるんじゃねえの、ハマちゃん。面白い、うん、あの人は飲んでても面白い。俺はな、うん、なんか俺老けちゃってんな、うん。いろいろみんなにあのいじめられてるからしょうがないな。苦労が絶えないんですよ、うん。クラッカーありがとう。皮膚が頼んでるから、あ、まあそんなんもうどうでもいいんだよ俺。あの別に女子関係どうのこうのとかないから俺。うん。今日はどこか行ったんか行ってねえな。買い物行ったぐらいだよ。うん。本当はチャリで行きたかったんだ。バッテリーエンプティーだからよ、うん、ぶっちゃけ下の方は機能しねえだろ。いや俺ね金八先生ね、やっぱね俺ぐらいねずっと延々酒の抜けるそのなんていうのカチって3日ぐらいバーンって抜いちゃえば別なんだろうけど、あの常に入ってんじゃん。なんもうそっちはもうない、うん。だからまあ女子からまあ来ることもないしね。まあ俺に来る人はほとんどいないだろうし、そういう希望もない。むしろなんかもうまったりしてるなっていう感じ。うん。薬は持ってんだろう。いや、おっかなくて俺飲めねえよ、うん、小便はちゃんとそれ出るだろう、こんだけ飲んでんだから。これ出なかったらやべえよおめえ、うん、マカ飲んでたじゃん。じゃあそれあるリスナーに言われて飲んでみっつってじゃあふざけて飲んだんだよ。全然あんな意味ねえから、うん。亜鉛とかな、うん、ダメ、あんな意味ねえから、効かねえから。気休めっていうかね、いや副作用はねえよ、それはないんだろうけど、あのねドキドキワクワクするなんかレディースあんまりいないし俺、うん。ああ、
森の小人さん、ありがとう。うん。丸くなったっていうか、丸くな、お、小鉄かよ。おい、生きてんのかよ。小鉄中ED なんですねってか、酔っ払ってる立たねえべよ、みんな。普通に考えて。リティちゃん、リティは別に俺の彼女でもなんでもねえし、うん、可愛いけどな、うん、可愛いけどよ、たまに怒るからよ。カスドン、おはよう。シラフでも立たないって。あ、そう。あ、ビール買ってきてるよ、今日。今日買ってきたよ、淡麗2本だけ。うん。いや、彼女作る、大変だでだってよ。俺だって人なんかの面倒見るより、てめえの面倒で手一杯だもん。うん。正直。無理無理。ああ、腹が出てたの、あれよ、酒の飲みすぎだよ、あれよ、あのトイレ行ってすっきりした後とかはへっこむからな、うん、だ金八先生そういうのダメだろっつう、うん、まずう女がいないとそうでもねえと思うけどな。変わんねえよ。どっちにしろ下がってんだからよ。うん。女いらねえっていうか、だって俺に至ってきたって相手が不幸になるだけじゃねえかよ。んだろ？なあ。もう俺も勢いもねえしさ。ちょっとおかわり取ってくんね。なあ、相手がこうなっちゃうよ、おめえよ。引きずっちまうよ、おめえ。道連れちゃんだぜ。かわいそうじゃねえかよ。もうそういうのはいいんだ。店の調理機材全部あれ振ってねえとダメだな、ほんとよ。どうすっかな。昔からとんがってたことないけど。あ、俺？うん。いや、元気はあんだよ。うん。いや、もう、なんかね、ソルジャーじゃなくなったんだよ、俺は。うん。うん。いや、そりゃさ、じゃあよ、じゃあよ、みんなよ、他の配信者もよ、今30代とかよ、40代半ばぐらいの、あの人間、50超えてっから、今のパティーンのままでやれてるかどうかを、あと、10年ぐらい見ててみ。無理だと思うだよ、俺。ああ
俺は自分が経験してるから、それ実感してるから、それを。そんな、いや体力の問題じゃないと思う、気力の問題だと思う。うん、体力はあるやつはあると思うよ。うん、俺だって別に体力がないわけじゃねえから。うん、むしろそんなに太ってるわけじゃねえし、動きは別に身軽でさっさかしゃっさかできるから、気力だよ、気力、気の持ちよう。うん、しんちゃんだけ許して、いや、しんちゃんにも、俺はしんちゃんにこの間謝ったけどさ、いろいろ悪かったね、つって。まあ、それで許してもらえるかどうかわかんないけどさ。まあ、でも、言うだけ言わねえとな、と思って。店は休業なんだよね。うん、そう。まあでもメンタルかな。俺はあんまりこうドブッとこう落ち込むことは基本あんまりないんだけど、なんだろう、受け入れるかどうかだね、なんか全てを。ああもう自分はこのこういう感覚になったんだなっていうのを、いや俺はまだまだとかにはならない。うん、あそっか、俺はもうこんなもんになったんだなみたいな、そりゃ年が年だしなみたいな。ミルキーさんいらっしゃい。早いねって、かつみちゃん。そうよ、うん。一皮むけたっていうか、もうなんか、基本俺に野望はないから。うん。ただもうちょっとだけうなちゃんマンでいさせてって思ってるだけ。もうちょっとだけね。あ、そうだ、KP しなかったよ。あんたたち行くわよ。いいわね。KP。イケメンですね。褒めても何にも出ねえから、俺んとこは。うん、違うんだよ。マイナス思考じゃない。これがプラス思考なんだよ。受け入れないでもがくのがマイナス思考なんだよ。受け入れることができないやつがマイナスなの。受け入れちゃえば意外と楽だべ。次に進めるから。うん。切り替えができるっていうか、こう頭のチェンジっていうかさ、脳みその中のずーっとそこに凝り固まって、俺は俺はって言っているのがダメなんだ。俺は俺はもうないね。うん。お前らはさ、俺にさ、まだやらせんのがなんか。もうやめてくれよ、俺よ。ボロボロなんだよ、意外と。なあ、あんこてつ来てるよ。うん、生きてるか、つって言ったけど。それはもう誰かに託せよ、お前ら。もう俺ボロボロなんだよ、もう。
マジで。で、ボロボロになってる自分も悪くねえなっていう自分もいるからさ、俺はね。そこで、あの、ボロボロになってる自分じゃ納得いかねえで、もがき始めるから、おかしなことになるわけでさ。じゃあ、まだまだ使えば、おい、もう錆びてるよ、俺は。なる切れ味悪いよ、俺は。あ、どうかな。いや、本気でディスらせたら、まだトップバッターでいけるかもしんねえけど、もういいよ、俺。お前ら俺のディスりとか好きなんだろ、実は。なあ。お前絶対俺のディスりとか、圧倒的に好きだと思うよ。うん。俺そこ、あとこもいらっしゃい。そこだけは俺突き抜けてって思うんだよな。なんで俺こんな人の嫌がることつくのかな、みたいな。ああ。まあ、ピンポイント爆弾は得意中の得意だからね。ショットガンだからね。娘も見てますが、可愛いと言ってます。あ、そう。娘に見せんじゃねえよ。早く学校行きなさい。あ、まだ大丈夫か、7時だから。うん。スケキヨさんおはよう。ペラはね、だから、頭がボケねえ限りは、ペラは、あの、リキさんね、ペラっていうのはどんどん上手くなっていくんだよ。下手になっていくことはないよ。うん。ヤクザと家族、素晴らしき世界と、反社で生きて世の中に居場所がない主人公の映画を見てきました。どちらも感動的です。もうさ、ビーフカレーそういうのみんなやめろ。50過ぎてアンガーマネジメントができなくなった。あ、そう。そうかなぁ。リュウジ、だからいいよ、全然。どっちだっていいんだよ。だから、そんなのは、いつも揺れ動いていいんだよ。いい時はいいし、まあ、そのわけわかんないこと言ってんなと思ったら、何言ってんだ、お前このじじいって。いや、いいだけの話で。それはだって、動くじゃんかよ。うん。帰り討ちにもよく会うけどね。あ、俺得意中の得意だからな、俺。負けっぷりも最高だろ、俺。な、これなんだよ。負けっぷりが最高のやつはいいよ。うん。中途半端に負けねえで。もう徹底的に負けるときは負けてやるから、俺。ああ。サラオンと酒飲ませると何回も失敗してるのにやめたらいい、ね。うるさいよ、本当に。まあ、正解だけどな、金八な。そうだよ。だから、今日のちゃんまん、俺好きじゃねえな、とかね。ああ、今日いい感じじゃん、とか。それはあるよ、それ見てる人も。オール、全部 OK なんて言ったら、もう宗教だから、それ。そうだろ？とりあえず、今日昼から美容室でスキンヘッドにして、夜からブイブイ言わせてやろうで。だから、ブイブイどこで言わすんだよ。誰に言わすんだよ。相手がいねえで。相手が迷惑するよ。娘、行ってきます。あよ。気をつけて行ってらっしゃい。そうなんだよ。何を言っても大好きは宗教なんだよ。うん。そうじゃねえんだよ。いや、ちゃんまそれちょっと違うぜ、とか。いやいや、それはちょっとやり方間違ってるよとかね。そういうのがあるからいいんだよ。いや、俺、やっぱやり方ミスったかなとか俺よく言うじゃん。うん。長野行きは本気なの。長野。いや、未来の話よ、それは。今日明日の話じゃないよ。時々めちゃくちゃですもんね。ほんと俺もよ。なんであんなこと言ったのかなみたいな。
もう意味不明だもんな、うん、ダメなよ、ダメなおじさんだよね、うん、いや俺は別に洗脳しようと思ってんじゃないんだよ、うん、体が動くうちに行くといいですよ。うん。いやもうめちゃくちゃやると後でぶり返しが来るんだって、うん、反動が、うん、やっちまったなーって、うん、配信終わった後反省したり、配信が終わった後は反省はしないけど、今日どうだったんかなみんななーって、なんか中だるみしたかなとか、うん、あんまり今日も面白くない話したかなみたいな、うん、そのぐらいの反省っていうより振り返りはするよ、多少ね。はいよ、ミルキーさん、ありがとう。健やかおはよう。ユイガ様って呼んでるやついるからな。ユイガ？それはユイガに魅力があるからじゃねえの。うん。限界集落の救世主になる。勘弁してくれよ。おう、とんでもねえバカが来たぞって言われるから。なんだあいつって。おう、年取ったら渓流釣りののんびり配信もいいんじゃない？いや、森の小人、これね、渓流釣りののんびり配信もいいんじゃないって言うじゃん。渓流釣りやれるところってほぼ電波入らねえから、ああ、東北に興味ある空き家同然の実家に住んでおい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 大丈夫かよそれよ。東北は俺は青森以外は全部行ってるから、青森県だけは俺行ったことねえんだよ。うん、金髪さんよ、青森だけは行ったことない、あとはほぼ俺は網羅してるから。うん、いやだって昔はほら俺渓流釣り行ってたから。うん、いろんなとこ行ったよ、毎週末毎週末。ダリルありがとう、いつもね、ありがとうね。秋田だよ。ああ、秋田か、きりたんぽっぽだ、いぶりがっこだ。うん、なあ、島根は行ったことね、鳥取はあるけど、うん、島根がないんだよ。そこも抜けてんだよな、俺な。ああ、どうもありがとう。田舎は長野以外に候補はありますか？田舎暮らしするに？あのね、俺が言ってる長野って、あの、伊那とか、あの辺のことを言ってんのよ。上の方じゃなくて。松本とかあっちじゃなくて、もっと南進っていう方、うん、あっちがなんかいいかなみたいな。朝からご機嫌、なんか知んないけどね、今日ね、みんな優しいのよ。うん、ちょっと怖いけど。大月あたりは何？大月なんだお前、俺、居眠りして
大月で終電でおめえあのあれだぜそれ動画がなんかで、ね、残ってるけどああ寝てて起きたら大月で終電ですって言われて習い塾とかあまあそこはほら住むところっていうよりは観光地になってるからな宿場町でしょ